はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のチームがこんな感じ。はーん、どうしよっかな。これ磁場コイルちょっと出したいな。まあ、ちょっとあのダルマンダーどうしようもねえけど、ダルマ持てんだよな今回のチーム。ワルビアルから入るしかないか。ワルビアル、磁場コイル、ラストギャラドスもまあありか。エアムードはなちょっと鬱陶しいけど、エースバーは今回ドヒドイツに勝てないので、まあ、磁場コイルとセットで出せばいい説もあるんだけど、何気に巨大火球でエアームドの頑丈は貫通できるのか。まあエースバーにしときましょうか。不意打ちがちょっといきそうな気がするわ。はいはい、対戦よろしくお願いします。ワルビアルは今作じゃないか、別に今作じゃないんだけど、威嚇プラスステロができるんで結構ね先発要員としてはなかなか優秀ですね。畑が奪われてるっぽいけどこいつも、ヒヒダルマ。はい、ダルマが多いからな。ちょっと格闘技の採用も一向の余地ありなんだけど、でここは最大火力で殴りたい。突っ張ってきそう。トンボ返りもありえんのか。でもトンボ返りありえんな。だから岩石封じから入ろうか。つららかトンボ素で引いてきた、マジで。あ、スカーフ警戒、鉢巻きってことがない。岩石封じ、エアームドの登場で、あいつがどうなるかだな。あいつアーマーがどうだろうね。基本エアームドの方が強いのかな。でもアーマーガーはな、あのミラーアーマーがあるから、なんかそんなにエアームドに不利取るとも思えないけど。でステルスロック、はい。さあワルビエルちゃん仕事してますよ。ムガも捨てろか。相手のチームはな電気技一貫してますからね。ここは引きますか。磁場コイルは本作強いぜ。徹底抗戦も覚えたし、弱点保険との相性が結構いいと思ってますね。頑丈じゃなくて今回はアナライズの方なんだけど、そして色違い、ステロを加えますが、鉄壁、いや関係ない関係ない。これ磁力だったらなこいつキャッチできるのか。磁力磁場コイルでも結構ありかもね。鉄壁とか詰めるし、こいつボディープレスも使えるんですよね確か。でここはボルトチェンジ、アナコイルのねボルチェンジはマジで火力やばいからな。ただメガネを持たせてないからヤバコイルほどのパワーは出ないけど、メガネ持たせようかな。磁場コイル、ヤバコイルで使おうかな。弱点保険結構いいなと思ってるんだけど、前にやられたじゃん、なんかあの、まあ、僕の動画毎日見てる人だったら分かるかもしれないけど、結構前にね壁下での弱保持ボコがすげえ強そうだったんだよね。まあ、今回壁じゃないんだけども、ダイナックルはパワーが弱いからね。だからダイナックルとかをもらって、えなんだ絶対死ぬだろそれ。まあいいや、うん、ワルビアルかな。エースバーンは交換する可能性あるでしょ。ここ威嚇が使えないから出すの渋ったけど、こうしよう。ダルマが来たらワルビアルを切ってエースバーンを出すでいいと思うんだよな。まあ、押してくる技次第ですね。ヒヒダルマ、はい、ステロで削って、で自信でいいかな。ここは素直に行こう。相手のこういう並びのチームは結構次のシーズン増えそうですね。よし、ステラ落としをしてくれた。これでまあ安心してダイマックスできますね。ダイジェットからでいいよな。裏が誰か分かんねえけど、やってここダイバーン押してくる方も、いや磁場コイルの方がいいか。ここエースバーンより引いてきたらエースバーンの不意打ちで縛ってダイマックスしてきたら耐えるみたいな感じに持っていけるから、磁場コイルの方がいいか。さすがにダイマックスしたら向こうの炎技ぐらい耐えそうなんですよね。耐えなかったらちょっと笑っちゃうけど多分大丈夫だ。で相手のチームにギャラードヒロイだったら引けないでしょ。だからダイマックスで鋼技でいいはず。徹底抗戦はピッピ増やす必要ないからな。
2回打ったら死にますからね。ダイマックスしてこない、マジか。それはそれでなんかちょっと不気味なんだけど。で、ダイスチルで防御を上げるから、その辺もちょっと弱点を見るとシナジーがあるかなと思ったんですよね。ダイスチルで防御を上げられれば、まあ物理バズだったら一発耐えられる、釣られようとして普通に切ってきたの当たらない。まあ当たってても大して入ってないんだね。で、ダイスチルこれで防御が上がるから、ギャランの中途半端な技ぐらいは耐えそう。ジャラランガも同様かな。まあ、ラストが誰であれまあまあ有利だと思うけどな。ギャラかなとちょっと思ってるんだけど、今のところ投げられないってことは多分水タイプだよね。ドヒドイデの可能性もあるか。それだったら絶対勝ちだけど、ジャラランガか。ジャラランガがね、一番負けそうだなと思ったんですが、まあ、ジバコイルが一発耐えると思うので、ダイスチルで吹き飛ばして終わりよ。身代わり、うわー、なるほど、嫌なことしてくんな。ただそれやりすぎたらエースバーに殺されない相手ね。こっちどんどん防御上がっていくしな。ライマックスターも枯らす気か。でも枯らし切る頃には防御3段階上がりますからね。防御上がって3パン、めんどくさい方が来ましたね。これ地獄に突破されたらエースバーン飛び跳ねるターンに身代わりされるみたいな展開がありそうだな。ダイスチルでこれもしかしてだけど、もしかして炎技もしか、防御はいくら上げられてもとか特殊技持ちの可能性あるか。防御はいくら上げられても関係ないみたいな。でこれ身代わりレンダーで徹底抗戦されたら、身代わりレンダーに対して徹底抗戦したらこっちが一方的にやられちゃうんで、ラスターカノンですね。まあ、ラスターカノンで十分のはず。ダイマックス枯らしてから向こうがダイマックスってことかね。でも防御3段階上げたからな。物理技だったら何打たれても落ちないっしょ。でここはラスターかの身代わりのほかなんだろう。まだ身代わり押してくれ。ああ徹底抗戦か。あそこ徹底抗戦読みか。ラスカの採用せずに徹底抗戦だけ持ってる場合にもう徹底抗戦打たざるを得ないからってことですかね。10万だと身代わり割れる気もするけど、なんか割れない気もするんで、割れないかもな。さすがに半減だし、でもアナライズ発動しますからね、なんとも言えない。まあラスターかのんでドレインパンチ、なるほど、構わんぜ。よし、この耐久力よ。わずかながら回復したところで、これで弱点武器が発動して絶対に飛びますね。アナライズ磁場コイルの火力が倍になったらとんでもないからな。これは 100% 飛べ。対戦ありがとうございました。いやー磁場コイル結構いいわ。やっぱりどんどん使っていこう。こいつはありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のチームがこんな感じ。ゾロアークか、ちょっと鬱陶しいな。これ磁場コイルかなり刺さってるんで、磁場コイルから入ろうかな。でもちろんエースバーンがきついのでそこのケアは必要なんですが、あんまりケアできないんだよな。いや、ワルビアルから入ろうか。それかどうだ、ステロだけ巻くみたいな。向こうにもステロ巻かれそうなんですよね。だからワルビアルから入ろうか。アルビから入って磁場コイルでラスト、エースバーンをエースバーンで見るか、ギャラあたりでごまかすか。ギャラはまあ負ける可能性もありますけど、基本は不利じゃないと思うんで、ギャラでもいいかもね。これ行ってみるか。なんか相手ネットとか巻いてきそうだし、これで行ってみよう。なんか押せてないぞ、磁場コイルだ。はい、はい、対戦よろしくお願いします。ツボツボから入ってきそうだけど、ゾロアークが出てくるとかもあるかもしれないね。ツボツボに見せかけた、ツボツボに見せかけたゾロアークがあるかもしれないな。入ってあれじゃん、偉い人エースバーン威嚇が入って、トンボ返り言ってくる可能性あるんだよな。トンボ返りしてきそう。ゾロワークかどうかも分からないので、どうしようかな。岩石封じでもいいかも。トンボは、あ、これだからゾロワークかどうか分かんないやつだわ。だこれでまたエースバーンが出てくるかもしれない。でもここ自信をされる可能性あるから、エースバーン出せないか。そう、エースバーン出せないね、ここ。自信をされるかもしれないからな。
ツボツボ、はい、まだゾロワークがいるかどうかは分かりませんね。で岩石封じ一応抜群と素早さが上がった。あれこいつそんな特性あったっけ。まあいいや、セルスロックでツボツボのことなんもしんねえ。ネバネバネットとステロを巻いてくるイメージしかない。ステロ、はい、アルビはまだ威嚇要員として使えるんで、めんどくせえな。でもこの AWW シャックス、でここは磁場コイルに引きましょうか。ボルチェンでもいいような気がしますね。ラスターカノンでもいいけど、ダイマックス押しちゃうのも何気にありか。ダイスチュール押しちゃうみたいなありかも。ネバネバネットどうせ下から動くことになるんだし、ダイマックスダイスチュールしちゃうか。ダイスチュールしたらさすがにね、磁場コの磁場コじゃねえ、エースバーンの技一発耐えそうな気もするし、ダイスチュールしようか。ちょっとここ防御上げちゃえ、ダイスチュールで。いや強いぜ磁場コイルは。ちょっとなんか早い気もするけど、これぐらいやってもいいと思う。エースバーン重たいんで、ギャラももう捨てる食らっちゃうこと考えるとね、ここは磁場コイルで攻めた方がいいという判断をした。ダイスチュールで防御上げて向こうの技を一発耐えて、で弱点を受けて返り討ちにしようという判断。やっぱ強えば磁場コイル絶対。今回強いと思うな、こいつ本当に。次のシリーズ、要警戒ですね。で、ダイスチル。ダイスチルを自然に採用できますしね。しかも火力140で打てるからな。徹底構成をもっと技にすれば。ただ、こいつのね、ちょっと良くない点としては、メザパが使えなくなったので、なんだろう。技範囲は狭くなったんですよね。ただ、代わりにボディープレスをね、覚えたんですよ、こいつ。だから、鉄壁ボディプレみたいな方もできるんだよな。特性磁力にすれば鋼ポケモンキャッチできるし、悟空これドラゴンボールの悟空ですかね、でここダイサンダーでいいよね。はい、防御上がっていくからな。耐えて弱点保険を発動させて倒すぜ。火炎ボール、はい、あーダイマックス技にされても全然耐えてましたね。で弱点保険が発動して最強の磁場コイルが爆誕した。これで火力も上がると。やべえわこのポケモン。ちょっと使いどころ使い方難しいかもしれないけど、浮いてるポケモンと組み合わせて使えばね。そういう意味ではギャラ磁場コがちょっと復権するかもしれないな。今作ギャラドスも強いし、ギャラ磁場コの噛んだな、ギャラ磁場コの並びが復活するかもしれませんね。ジョー太郎相手になんか日本の漫画好きそう。アメリカ人か。さっきの AWW なんとかも実はあれなんですかね、日本の漫画なのかな。ダイサンダーで、でも確かにゴロンダはちょっとだけジョータロー感あるな。エースバーンが悟空感あるかと言われたら、でもまあ火炎ボールがカメハメハと考えればゴロンダは確かにちょっとジョータロー感あるかも。でも少しこの九条ジョータローがじきじきにぶちのめす。で出てきて、これどうだ、耐えるのかな。でも耐えるか、地震とか耐えるとやばい。あ、遅え、こいつ遅いんだ。勝ったろこれ。対戦ありがとうございました。強いよ磁場コイルマジ強いな。鋼ポケモン最強かもしんねえこいつ。ありがとうございました。